和田千夏です。前職は、軽貨物で、宅配の荷物を運んでました。その仕事は3ヶ月ぐらいで、はい、その前が、病院で事務員してて5、6年働いてました。私その病院で働いてる時に組織で働くのがちょっと億劫になってしまって、人間関係がいろいろあって、それで、まあ、一人でできる仕事で軽貨物に行ったんですけど、軽貨物だったらそのすごい急いだり、あのナビをもうずっと見ながらで、すごい何か運転に集中できないし、もうすごい危ない仕事やと思ったんで、もうできるなら運転に集中できる仕事にと思ってタクシーに来させてもらいました。まずその一番家から近いっていう理由もあったんですけど、その応募させてもらった時に専務からあのメールをくれはって、でそのメールがもうなんていうかすごく前向きと言いますか、すごいあの私のことを考えてあのメールをしてくれはって、で一度お会いしてみたいなと思って来させてもらったら、あのやっぱり人のことをすごい大事にされてるなと思って、もうこの会社に決めました。はい、もうすごいもう毎回毎回すごい緊張するんですけど、その緊張するたびにお客さんがいつもそのもう大丈夫やでとか道も教えてくれますし、そのこの事務所の皆さんもサポートしてくれますので、緊張はするんですけど楽しく仕事をさせてもらってます。あの送ってくれてありがとうとか気をつけてとかすごいみんなおっしゃってくれて、もうすごいほっこりします。それタクシー業界っていうのは、まあ、年齢的にも上の方がいてはって難しい運転手さんが多いのかなとかも思ってたんですけど、やっぱりそのいい運転手さんも多いですし、なんていうか仕事も気が楽で、組織で働くよりは気が楽ですし、あの私はすごいタクシーの仕事が好きになってますので、若い方たちもぜひちょっと検討してみてはどうかなと思いますので、はい、まずはその人のことを思いやれる気持ちが大事なのかなと思います。技術ももちろんなんですけど、人のことをちゃんと考えれる気持ちというのが大事かなと思ってます。いつもその困った時とかもそうですし、毎日皆さん声かけていただいてすごく親切に接してくれてまして、私もこの会社に恩返ししたいと思ってますので、今後とも長く末永くよろしくお願いします。いつもありがとうございます。最初からネジのこうガンガン取ってる、はい、だから何でも最初からせなあかん。